はい、こんにちはくんです。ということでやっていきましょう。ギールスペシャル。これ、顔釣りされそうだな。めっちゃ顔釣りされそう、これ。人狼そのまんまやがな、ゲイルさん。潜伏。30秒前。なんか黒側感が半端ないな。言葉の重みがやべえな。ゲイルの潜伏っていう。もう顔釣り対象でしょ、もうこれ。完全にこのゴブリン。顔釣り進めすぎやわ。どうも。SP になって、顔釣りが加速してるゲイルです。ニックシロ。お、お、お。カミングアウト。なんだこれ。カミングアウト。ニック確定シロっぽいね。カリエド貫通希望。カリエドは貫通がいいと思う。猫股いるので、カリエド回避からの全スカシとかになったら困るので。オール回避は黒いと思います。メリル。カリエドは貫通一択です。猫股スカスくらいならカリエドいらない。カリエドは黙って死んでもらった方が。チャンスライドにヘイト向けるのは黒いですよ。貫通でいいっしょ。カリウドが貫通派か回避派で、時間指定で、それぞれ意見言いませんか。ちょっと聞きたいです。皆さん、どっちか。ちゃん、占いに、狼見てるのにニック過去言ってあると思います。ニック確定しろってあると思います。占い黒は見れないでしょう。彼ら貫通でいいか知らない。シンカリ噛まれたら透けたのはめちゃくちゃにされる。
黒位置上げてない人から言ってほしいです。延長希望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 。カミラ、ソフィア、あたり、黒位置、上げてない。チャンは、黒位置、上げてるけど、スライドに、ヘイト向けてる、狼に見える。指定されたら猫又回避ね。ちゃん、私殴りまくって。ゲイル、食べんな狼みたいな。まあ、メリルのオール回避提案は単純に分かってない村人という感じもする。ただ黒位置一切上げてない。メリルとかジェシカとかも黒いのに。ジェシカは、カミングアウト。ちょっと待って、何がカミングアウトした？ちゃん、猫また。カミングアウト。これ。回避するなら、メリル。まあ、貫通でもいい。チャンは釣り指定位置じゃなかったけど、普通に黒位置ではあった。じゃなく30秒前、占い位置。10秒前。グッジョブ。相当押しまくって叩き潰したな、ちゃん。いや、これ俺相当ライン切れたでしょ。これで、あとはベグればもうこっちのもんよ。あ、黒猫いないので。30秒前。10秒前。これは占い絶対にかまないといけないな。
ぐちゃぐちゃにせんと。いや、占い勘でぐちゃぐちゃにするしかない。30秒前。メアに噛んだ。正直、正直どっちも進化強化わからんし、まあここは運でしょ。まあここは運かな、ちょっとわかんないかな。よし、オッケー。まあ、リリアンのが新っぽかったから、こっち噛めてよかったわ。カミラ占ってきたらきついけどな。マリアンヌ白。狼だったら最高狼はありえないし、まあ昨日のチャン黒ということで、昨日のログが結構重要になりそうですね。マシンガンですね。マシンガンです。ニック、何か疑問点があったら言ってください。もし俺強人だったら占い噛まない。狼占いはほぼないかと。理由ですが、チャン黒なのにここで占い神は神位置がおかしいです。よってニック村確定で置いていいかと。PP 帽子リリアン釣るのはグレイクかだよな。いやまだいいでしょ。PP 帽子まだまだリリアン残すべきでしょう。イチルフ死んでるんですよ。情報落ちなくなるので、いやニックそれはまだ早い。人外最人外3なので、最大でも3なので、リリアンは明日釣りでも良いかと。
延長希望。延長希望。昨日のログ見てきますね。まあ発言だけだったらソフィアかな。メリルは昨日回避するならメリル行くべきと思うほど最終的に黒くなってたけど、チャンが黒というならメリルは貫通推しでした。それも便乗って感じではなく、メリル、ニック、私、霊能が貫通希望、ソフィアはジェシカの猫股を疑う、他カミラ、マリアンヌ、クリスは特に発言なし。メリルちょっと白くなってるので、メリルにヘイト向けてる。クリス言っても良いんじゃないんでしょうか。もしくは安直ですが、昨日ジェシカを猫また疑問視していたソフィア、メリルは現状 SG1 ですが、チャンの色的にはちょっと白くなったかなと。カミラ、カミラ、マリアンヌはライン見えないです。カミラ、ハーク、おいおい人狼釣られたぞ2連チャンで。メリルは白いですよ。さあ俺一人の戦いになりそうだな。まあカミラ、それスカシのつもりですか。あー、ロンリーウルフか。怖いな。いやー、でもね、これね、サンドラ噛めないわ、これ。サンドラ噛めない。いや、でもね、多分ね、リリアン生かされちゃうんだよね、これだと。これ、マリアンヌとかグレイ行くしかないな。
ちょっと霊能は無理かな。噛めない。噛めない。いやーこれ結構厳しいな。マリエ、カミラここで死なれるのはかなりきつい。占いがまた残る、これは。占いの情報ほぼないですね、これ。リリアンはまだ生かして良いかと。ですね。明日でいいです。もうリリアンは生かしきるしかないな。ちなみに占い理由もしっかりしてるし神っぽい。メルル、シロルと置くならクリス行きたいですが、メリルは、噛まないでしょう。誰が狼であっても。クリス、明日リリアンでも、ソフィアの黒位置どこですか。メリルの色的に明日はどうせリリアン釣りは釣りなので、メリルに疑い向けてるクリスから行くべきと思います。放置でも良いかと。ちょっとリリアンとメアリーのログは精査してから精査したいですね。私はカミラ、マリアンヌは除外でしたね。延長希望。
1分前。占い1か今日釣る1だったかなと。ソフィア2度目ですが、黒位置教えてください。あとリリアンの真偽もどう考えてるか。そもそも今回の狼はニック残したり髪型が少し不思議です。メアリーよりもリディアの方が考察落としていたので新芽は高かったと思うのですが。30秒前。カミラはソフィアについて一切触れてこないんだよね。そこはライン作らないように意識してるみたい。でもここで黒ゲイル黒目あるな。サンドラ、ソフィア行くのはちょっと反対かもしれません。10秒前。明日のリリアンの結果見てからでも良いかと。リリアンが ソフィアは黒位置を初日から明確に上げてるので、クリス30秒前行けば終わりそうです。10秒前。これで狩人じゃないな、多分狩人噛めてないかもな。さあ誰を噛むか。これきついな。いやリリアンをギと塗るしかないかな。ここはもうここまで来たらリリアン噛んだらソフィアゲイルロラになる多分。これかみ方的にはメリルが狼でない理由ですが、メリルが狼だったらリリアン噛む気がするのです。そうすると、ソフィアゲイルに黒塗りしやすいですし。
私がメリルの立場で狼であったらリリアン噛みます。リリアンの新芽が高かったので、メリル狼だったらそこを利用してあえてリリアン噛む選択肢、選択をすればソフィア、ゲイル、ローラに持ち込めると思うのです。よってメリル村ソフィア狼で考察落としておきます。ゲイル、私メリルへのヘイトはチャンの色ですでに消えています。3日目の私のログを見てください。ちゃんの色的にメリルが白く見えて、クリスが黒く見えたのが昨日の3日目の話。今日は髪型でさらにメリルが白く見えました。まあどちらにせよ今日はリリアンでいいと良いですが、ソフィア、カミラだったんだよね。私が挙げた黒位置はチャン、メリル（後の貫通押しで撤回）、カミラ、ソフィアですよ。ホグ、もう一度確認してきてください。私が狼ならまずメアリー噛んだりしないですよ。リリアンの最終日の、リリアンの初日の最後の発言で私を白く見ていました。これでリリアン残しは露骨すぎます。あとは三狼といえどチャン押したりしないですよ。ソフィアはなぜ私のチャン押しを意図的に考察から
外したんですか。1分前。ソフィアは私とカミラを村目と見てますが、メリルに黒塗り。30秒前。最初に押したの私ですよ。ソフィア、もう一度確認してきてください。私のログソートだけではなく流れも含めて。以外ないですよ。最終日まで。いや、どうすかな。さ、ジェシカ空気なんだけど、いたのかみたいな。30秒前。サンドラ残しは怪しまれっかな。いや、これメリル行ってメリルをカリウとか守ってたりしたらマジで終わるから、これはサンドラ行くしかない。そしたら多分もう、ロラで終わっちゃうから、もうサンドラ行くしかない、ここは。守られてもいい。それでも行った方がいい、サンドラ。10秒前。ここでのね、メリル、カミは絶対きつい。ソフィア、カリウでメリル守ってたらマジで詰む。カリエドはいなそうですねっていうか。おはよう、おはよう、おはよう。カリエドはいなそうですね。最後の死に際の暴言が本当にシンカリとは。あんま見てなかったけど、あんま見てなかった。ソフィアですね。特に情報変わってないので変わらずです。ジェシカ見てないとは。ジェシカやばいだろマジで。ジェシカほとんど発言してないんだけど。ジェシカやばすぎじゃね。昨日理由はもう言ってるので、私がこれ以上語ることはありません。質問があれば答えます。
ソフィアの初日のログは、人狼2人を、擁護しています。あと追記するなら、カミラ裏目発言プラスジェシカの猫股を疑っていて、チャン貫通を押していない点。カミラ投票した3日目にもメリルを行くべきと言っています。もうこれ以上の説得材料はないと思うので、ソフィアでお願いしたいです。カミラ実際初日のログ見れば想定に村目上がってよ。クリスとかメリルとかジェシカも初日にはかなり薄かったと思うが、カミラの初日が村目には見えませんよ。黒位置上げてないですし、延長希望、もうこれがこれって感じだろう。多分ジェシカがまともに考えてくれたら多分ソフィア入れてくれると思うんだけどな。チャンもカミラもすげえ擁護してたから。ちなみにソフィアは クリスもジェシカもメリルも同じであった。ちなみにソフィアのおかしい点はもう1点、なぜ私を黒と見てるかです。メリルを黒く見ていたのをいつの間にか放棄して私に黒塗り続けていますが、1分前、リリアン新占いと確定しているわけでもないのに、私はソフィアが黒い理由、メリルが白い理由をそれぞれ挙げた上でソフィア黒と言っています。ソフィアは人狼のチャン、カミラと明らかに LINE あるので LINE あり、むしろゲイル目線はリリアン・ギナノにメリルを10秒、よし勝った、オッケー、ナイス、ふぅ、あーよかったよかった、やった、よし、ロンリー・ウルフ勝ったぜ。いやこれは語りで村目取った神試合だろう。
終わりだ。その贅肉をたっぷり食わせろメリル。これメリル狩人だったのか、まさか。まあいいけど別に。よし、OK。頑張っただろ、カミラちゃん。すまんな、生贄にして。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。見るうまいわ。よし。よーし、OK、ナイス、いい試合だった。カミラちゃん。がっつり切ってごめん。おリリア、お前教授リリアおい、リリアン進化と思ったんだが、リリアン、ふざけんなお前ふざけてんだが、危な。いやほんと狂人にも見捨てられたからな。仲間誰一人としていなかったようなもんだよこれお、仲間誰もおらんかったぞ。危ね、面白かったわ。ジジ、これが人狼だ。